チュムポーン県は、タイ王国、南部の県の一つ。タイランド湾に面し、プラチュワプキーリーカン県、スラートターニー県、ラノーン県と接する。西側には、ミャンマーとの国境も広がる。県南部はもともと、ランス湾県という別の県であったが、1932年、チュムポーン県に編入された。チュムポーン県は、タイ本土とマレー半島をつなぐクラチ橋に位置する。 県は東西に狭い地形をなしており、東西の幅は 35km 程度、南北の長さは 220km 程度である。農業や漁業が盛んな地域で、経済状況は比較的良好である。主な農産物はゴムの木、油やし、コーヒー、ココナッツや果物類であるが、特にコーヒーの栽培面積は国内最大であり、ロバスタ種が主に栽培されている。 ッペンの気候区分では、熱帯モンスーン気候であり、雨季と寒季が一年の中にあるが、その差は不明瞭である。寒季である12から4月は、降水量がやや少なく、日照も多く昼間は高温となる。雨季は5月から11月であり、雨季の終わりとなる11月は大雨になりやすくなる。検証検証は県民を祝福する女神が描かれている。 その女神は一軸に囲まれている。この一軸の第5名、チュムポーンは剣名である。一軸は同時に剣木である。剣家は単独。またモンキーバナナも剣のシンボルである。チュムポーン剣は八の軍に分けられ、その下に七十の町と六百七十四村がある。ムアンチュムポーン軍、ターセイ軍、パティオ軍、ランスワン軍、ラメ軍、パト軍、サウィー軍、トゥンタコウ軍。 ありがとうございます。